そうですね、お店にちょうど写真の好きな仲間がちょっと集まってて、まあ、石巻からね1時間くらいで行ける田代島っていうのがあって、まあ、本当にちょっと足を伸ばせば、またこの辺の町とはちょっと違うような風景とか坂道とかね、細い道、あと海で暮らす人たち、そういうとても観光地と、まあ、呼ばれるかもしれないんですけど、なんかそんなそれほどね観光地のような華やかさはない、とても静かな島なので、そういう島のもちろん猫って有名になってるんですけど、その島自体にこう紹介したいっていうことから始まりました。それほど島は被害はちょっと少なかったようなんですけど、やっぱりその後にとてもこう、もちろん住んでない家とかがたくさんあったので、そういう家がまあ取り壊しになってったっていうことですね。とやっぱりこう島の風景っていうのにちゃんとこう建物がね、古い家がたくさんあったんですけど、漁師さんの網元さんの家とかね、そういう大きなお屋敷とかもあったんですけど、やっぱりそういう家がまあ傷んじゃったということで、もちろん誰も住んでないって、まあ、震災の後で、まあ、それを取り壊してもらえるということで、まあ、壊しちゃった、その島の建物がどんどん減ってしまったっていうのが、やっぱり震災後一番大きく変わったところだと思いますね。本当に田代島はお店屋さんとかも、ね、なくてね、信号もないし車もあまり、ね、走らない、本当路地のような細い道なので、あ、こういう暮らしもあるんだなってなんか感じるには、とてもいい道がたくさんあると思うので、猫を探しながらね細い道をたくさん歩いていただきたいと思います。